はい、こんにちは。チャオカーネです。チャオポヨ久しぶりですね。久しぶりね。この部屋でこういう風にお話しするのは久しぶりなんで、ちょっと新鮮ですね。ね、うん、で、まあですね、今日の動画なんですけど、まあ、チャオカーネも12年目に、入っております。ちょっと前に10周年って言ってたんですけど、早いですね、もう、もう12年目に入ってて、で、実はですね、この YouTube、動画投稿を始めて丸々6年が過ぎました、2月で。で、まあ、YouTube のアカウントを作ったのはもうちょっと前だったんですけど、2012年、そうそう、2月の29日に開設して、なんでうるう年の日にね4年に1回しかご来日に開設したかわかんないんですけど、ですけど、まあこうやって皆さんに見てもらうように、編集したり、うん、して動画投稿を始めて、まあ丸々6年が経ちました。で、まあ、チャオカーネも12年目に入ってて、まあスタート当初とはもちろんいろんなものが変わってきております。うん、なんでね、一度ね、ちゃんと、まあ、僕たちが、まあ、どういう気持ちで、どういう意識で、取り組んでるのかっていうのをね、きちんとお話ししときたいなと思って、ちょっとまあ話してて、で、ちゃんと撮ろうかということで、今日の動画となっております。で、まあヨークシャテリア専門の犬舎チャオカーネで、ヨーキー専門の、まあ、ブリーダーということで、もちろんチャオカーネはね、12年前スタートして、今まで来てます。で、 YouTube も、そのブリーダーの生活であったり、うちのヨーキーのワンコたちを見てもらうっていうことをで、まあ、スタートしたわけなんですけど、だいぶ変わってきてますよねだいぶ変わってきております。まあ、ブリーダー業だけではなくて、まあ、ご存知のように、まあ、オリジナルグッズを作って販売したりとか、まあ、この YouTube を始めたことだってそうですよね。まあ、YouTuber っていうつもりは全くないんですけど、まあ、これも一つ、特別なことかなと思ってます。で、本当に12年前チャオカーネを始めた時は、もう本当に誰もまだご存知じゃないチャオカーネというものをね、この佐賀の片田舎でひっそりとやってて、まあ、皆さんに知っていただきたいと思って、その頃はもうブログばっかり書いてね、いろんなことをお伝えしてたんですけど、まあ、10年以上経ってきて、いろんな形が変わってきました。で、まあ、僕たち自身が、まあ、ヨーキーのブリーダーです、ブリーダーですと、うん、言ってたんで、言ってたっていうか、まあ、こっちもそのつもりだったから、うん、まあ、言うんですけど、なんでね、ぶっちゃけ言うと、このグッズ販売したり YouTube したり、いろんなブリーダー業と別のことをするっていうことに、まあ、違和感を持たれてる方もたくさんいらっしゃるようですし、そういうご意見も、まあ、今に始まったことじゃなくてずっとね、いただいております。まあ、批判とかではないんですけど、誹謗中傷とかではないんですけど、そんなご意見もいただいたり、してきております。なんでちょっと一回ね、じゃあ今までどうだったのか、そしてこれからのチャオカーネをどうしていきたいのかっていう、まあ、僕たちの気持ちと、まあ、今後の、ビジョンを、うん、ちゃんとお話ししとこうと思って、で、それ理解して、いただけたらなと思っておりますので、最後までご覧いただけたらと思います。で、さっきも言いましたけどね、まあ、ヨーキーのチャオカーネ、ヨークシャテリア専門犬舎チャオカーネというのを、まあ、前面に出してやってきたわけです、でもね、まあ、本当にいろんなことをちょっとやりたくて、で、実際やってきて、皆さんのおかげで本当させていただいてて、で、ブリーダー業だけじゃなくなってきてるっていうのが、今です。うん、なんでね、ちょっとブリーダーをやめるとかじゃないんですけど、そのいろんなものを総称して、ちょっとね、名称をつけようと、うん、分かりやすいように名称をつけようと言って、まあ、相談いろいろしてて、新しい名称、新しい名称でもないね、全部をひっくるめた名称として、チャオカーネスタイルということで、やっていきたいと思っております。これ、まあ、インスタグラムのね、アカウントでも使ってるんですけど、まあ、若菜ちゃんが、これいいじゃないということでね、うん、そのままね、チャオカーネスタイル、うん、素敵だなと思って、まあ、でもそういうことだなと思って、うん、チャオカーネスタイルということにしました。で、何のこっちゃって多分思われるかもしれないんで
例えばですね、まあうちは会社ではないんで、会社じゃないんですけど、例えば会社に例えるとチャオカーネスタイルという会社があって、その中の部門として、ヨーキーのブリーダー部門、例えばオリジナルグッズ制作の部門、動画制作の部門、それからまあチャオ会とかお散歩会とかね、そういうイベントプロデュースの部門みたいな感じに分かれてると、うん、思っていただけたら分かりやすいかなと思います。でそれをひっくるめて、今まではヨークシャテリア専門犬舎チャオカーネって言ってたんですけど、それをチャオカーネスタイル総称して今から呼んでいきたいと思います。なのでね、まあ僕は今まであのブリーダーということで名乗ってたんですけど、もちろんあのブリーダー業の時はブリーダーですなんですけど、このチャオカーネスタイル全てを、統括する立場として、今後はね僕はプロデューサーという立場で、やっていきたいと思いますし、若菜ちゃんは、マネージャーという、ね、立場で、いろんなものを手掛けていきたいと思っておりますので、ご理解いただければなと思います。で、まあこういう形なんですけど、僕がねチャオカーネを始め、これ前にも動画で言ったことあるし何回か多分言ってるんですけど、チャオカーネを始めるときにこうしたいっていう、想像してた、まあ、目標というか、形なんですね、なんでブリーダーと別にいろんなことを手掛けるのに違和感が現れる方もいらっしゃるかもしれないんですけど、もともとこうしたかったんです。それを、10年まあ約かかって、皆様のおかげで実現させていただいてるっていうことになります。これどうしてかっていうと、前も説明したんですけど、子犬の売り上げだけに頼った犬舎経営をまずしたくないっていうのが、スタート時からありました。それはもうね、とにかく犬を抱えて産めや増やせやで子犬を産ませて、オークションやペットショップや出すような、やり方をやりたくなかったし、子犬の売り上げだけに、頼ってると、まあ子犬が生まれていない時っていうのは、収入が途切れるってことになります。そうじゃなくって、こういう犬たちにも負担をかけずに、そのもちろん仕事でやってますんで、皆様からいただいたお金で生活させていただいてます。そういう収入源をいくつかに分けることによって、ブリーダーの方の犬たちにも負担をかけないっていうような、思いが当初あったんで、そういうふうにやっていきたいと思って、だから途中でもいろいろ実はやってるんですね。やってるんだけど、まあ今現在こういう形になってるっていうことで、変なことをやってるわけではないので、もともとこういう形の犬舎にしたかったっていうのが、おかげさまで今やらせていただいてるっていうことになります。それでまあそういう形でね、この、まあ、10年約10年今もう12年目ですけどかかって、本当に皆様のおかげで、させていただいてると思ってますし、ありがたいと感謝しております。で今後もですね、もうこのいうスタイルでやっていきます。もっとね、実はね他にもやりたいことがあるんですもっとやりたいことがあるんですね。でそういうのも考えたり話し合ったりいろいろしてるんですけど、まあ今すぐってわけじゃないんですけどね、この先もいろいろとやりたいことだから、今さっき言ったチャオカーネスタイルこういう部門がありますっていうのも増えていくかもしれません。全く関係、犬と関係ない方向に行くかもしれませんでもね、チャオカーネスタイルっていうのはやっぱり僕たちが、やりたいことをやっぱり実現していく一つの場だと思ってますし、それによって皆さんにね、例えば子犬を迎えられたい方たちだけじゃないと思います、グッズね可愛いから欲しいっておっしゃってくださる方もたくさんいらっしゃいますし、この YouTube もね、楽しくね、待ってますっていうお言葉をいただいたりします。そういういろんな形で皆様にね、楽しんでいただいたり喜んでいただいたりしていければいいなと思いますし、本当にもっと僕たちやりたいことがあるので、それを実現していく場だと思ってますので、増えていくかもしれませんので楽しみにしていただければなと思います。そして、まあブリーダーの方に、戻りますけど、まあ本業はもちろんブリーダーですよ。ヨーキーのブリーダーなんですけど、60歳ジャオおじさんが60歳今年僕52になるんですけど、まあ、あの20代だと思われてる方もね
いない。それはないかな。いないらしいですけど。まあ今年52になるんですけど、今の予定では、60歳、まあチャオカーネが20周年になります。うん。うん、で、ブリーディングの方は終わりたいと思っております。うん。わかんないですよ。その時にならないとまあわかんないんですけど、まだ先の話なんでね。ただこれも前々から思ってて、60までに全部を完成させたいと、うんうん、生涯の仕事ではなくって、うん、少しでも元気なうちに元気なうちに60までに一つの形を作り上げたいというのは、これももうチャオカネ始める時からあったんですね。で実際もう50過ぎて、チャオカネ始めた時はまだ40ですから、うん、60、次60ですよね、うん、そこで、まあ一区切りに、したいと思っております、うん、だから子犬のお譲りは、あと8年、うん、と考えてます。わかりません、その時にならやれないって言ったじゃんってまた言われるのも嫌なんで、うん、だけど、うん、その時に実際はなってみないとわからないんですけど、うん、今の予定としてはね、そう思ってます。それもやっぱりね、多分60ぐらいだったら体がまだ元気かなと思いますけど、うんうん、ワンコたちのお世話していかなきゃいけないわけですよね、うん、その後のその子たちのお世話もしていかなきゃいけない。だからそういうことまで考えると、まあ今のところ60で一区切りにさせていただこうかなと思っております。ということでね、改めて、まあ、今までのチャオカーネとこれからのチャオカーネのビジョンをね、お話しさせていただいたんですけど、まあ、ご理解いただいて今後ともね、応援していただければ幸いに思います。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。で最後に若菜ちゃんから一言特に何が変わるってわけじゃね。そう、何も変わらないんですよやることがね何も変わらないんです、はい、今まで通り、はい、そう、今まで通りブリーディングもやっていくし、子犬のお譲りもしていくし、この動画もね、今まで通り作っていきますし、うん、何にも変わらないんだけど一度ね、はい、きちんと説明させていただこうかなって思うところでした、はい、うん、自然とまあこういう形になってきたといえばなってきた感じだったんで、ちょうどまあ3月に入りましたし、はい、うん、お話しさせていただきました、はい、で最後にわからない、またこれからもよろしくお願いいたします。ということでチャオカーネスタイルということになります。全部ひっくるめてよろしくお願いいたします。またお会いしましょう。ではでは。ではでは。